西愛チャンネル愛愛愛西愛チャンネル愛愛愛愛を愛を奏でてゆく西愛チャンネル愛愛愛西愛チャンネル愛愛愛溢れる溢れる愛をあなたへ。西田愛です。皆さんお待たせしました。コーヒールンバの振りを公開します。で、私が考えたんではなくて、今回は先生にお願いして振り付けを考えていただきましたので、早速ご紹介したいと思います。私の師匠でもあるペコさんです。イエーイ。どうも浜田ペコ美穂子です。西田愛チャンネルですかね。突然始まったけど、ミュージックビデオね、10曲作ろう企画で踊りましょうって言ってたやつですね。はい、はい、コーヒールンバお願いをさせていただきまして、私はペコさんにタップダンスをね教わっていたりとか、ステージの演出とかをしていただいたりとか、ね、はい、そういうのでお世話になっているんですが、今回もうお願いするならペコさんしかいないと思って相談してみたところ、はいって言ってくださって、あいちゃんもダメだもん。ありがとうございます。まるまるもりもり、どんなんでしたっけ。まるまるもりもりみんな食べるよとかやってます。お、考えた人です。本当にね、もうペコさんにお願いできるなんて本当幸せなんですが、コーヒールンバどうでした。簡単でした。難しかったですか。なんかあの曲の感じが、うん、こう割とほらあのアレンジも、はい、こうはっきりしてたから、うん、割と考えやすかったり。おお、うん、え、今何年目 2、3年見てきてるでしょ。そうですね、はい。だからその愛ちゃんに合いそうな感じっていうのがすごく心の中でふって浮かんで、嬉、はい、しい。じゃあ早速なんですけど、はい、見させてもらっていいですか。いいっすよ。これ本当はね、
タップダンスの音が入ってるんですけど ね愛ちゃんが本当実際にタップをやった音が入っています。入ってるんですよ。僕やったやつあれね、素晴らしかったね。ありがとうございます。うった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 ワン、ツー、スリー、フォーでここに合わせます。はい、はい、そしたら顔の周りをくるっと回して、ここはもう歌に入ってる、はい、そうです。昔I love のね、この時にお坊さんなんでちょっとこう手を合わせて、偉いお坊さんだから、はい、歌のちょっと入れてみました。そして首をトントンとまたここで入れて、トントントン、はい。そしたらこの手をターン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 4回。これ膝も大事です、ね。はい、押し出す感じですね。押し出す感じ。はい、で戻しました。はい、だその次ダダダダトントントン。そしたら今度はパン4つ下ろしてきます。はい、うん、ね、恋を忘れた哀れな男に、うん、はい、そしたらこう、これ可愛かった、口元にトン、トン、これも膝曲げながらトン、トン、左、右、トン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 、しびれるような香りいっぱいの、そう、もう琥珀色の飲み物、自分のところに引き寄せて引き寄せてね、匂い嗅ぐような、引き寄せて引き寄せて、あ、その後ターンターン四回横に振ります。はいはい、ターンターンターン、教えて、だコーヒーを飲む感じ、あげました。だからこのポーズ、コーヒールームポーズ、はい、そしたら今度はBメロのとこですね。はい、やがてここ、はい、この時にこの両手を上から下ろしてきます。横にこうやー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 って感じで切っていきながらね、こうシュッ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 みたいな、はい、そしたら波を右からトントン4回、もう1回上から下ろしてきました。で波打ちました。そしたら指さしていきます。開いてクロス、開いてクロス、これも足が、はい、ニンジュンジュン踏みながら、これをね、まあ雰囲気的にはちょっと下げていっといて、うん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 、そしたら今度、片手ずつトートートート1234上がってきてドーン、うん、またここにスタートポジション、はい、なぜ男の若い娘に恋をした、うん、そしたらまた顔の周りぐるっと回して首トントントン、繰り返し繰り返し、うんうんうん、開きました、どんどんどん下ろしてきますと、どんどん口元に、それは素敵な飲み物、コーヒーもかまたり、うん、何を気に入るほどの愛のコーヒールンバ、はい、バババラバラタラララララ、これはもしかして煙みたいな、はい、だからヒュッと押したらまた回したら一個ずつトン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 、またコーヒーのポーズ、おでバン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 、ワン、ツー、スリー、フォー、これ繰り返しですね。2番まるまる一緒ですもんね。はい、一緒です。B メロのところのこのダダラダラダラダ、恋をした、ここから3回繰り返されますよね。あ、そうです。それは素敵な飲み物、コーヒーもかまたり、陽気に飲んで踊ろう、愛のコーヒールンバ。この次ちょっとちっちゃくなるので、そう、歌もちっちゃいから、あ、もうちょっと小さめに、愛に飲んで踊ろう、愛のコーヒールンバ、また大きく、お気に飲んで踊ろう、愛のコーヒールンバで終わり、はい、すごい、なんかアラブな感じしますね、ちゃんと。いや、そうかな、すごい、コーヒーとかもコーヒー飲んじゃうっていうのね、うん、なんかそのままって言われそうだけど、いやいや、このポーズなんかね、アイシャルとまた可愛いの、めっちゃほらほらほらでもこれだったらみんなも忘れないというか連想しやすいから、コーヒーのところはコーヒー飲むんだなっていうのが、ね、これもなんか陽気にだから、こうなんか陽気に、ね、陽気に、なるほど、楽しい、イエーみたいな、そう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 、うん、こことかも好きだな、私。どうで
しょ皆さん、これをみんなにいっぱい踊ってもらって、はい、ミュージックビデオになるんだもん ね、いっぱい練習してもらって、うん、この動画を見て解説を見て、お坊さんね、ははーとか煙ね、ははーみたいな、髪の周り回す、回して首トントン、これが苦手な人どうしたらいいですか。あのね、首をこうやるっていう、やっぱりなかなかできないと思うんですけど、こういう時はこの手を逆に動かしてください。こそ首がそんな動いてなくてもすごい動いてるように見えるはずです。確かにこれマジックがあります。これもそうです。上でここからこうやる時にこの手をまっすぐに置いてるんじゃなくて、ちょっと首を右の時にちょっと左にずらす、ちょっとなんかすごく動いてる感が、はあ、裏技だこれ、出てくると思います。こんなごまかし教えちゃいけないんだけど、でもこれでね、やってる気持ちになってくるとどんどんできるようになります。これ押し出してあげるような気持ちになるとどんどんできるようになるんで、練習してみてください。まず練習するとこから ね、できない時は裏技使ってる裏技でねなんかこうみんなこう楽しくなってもらえると、うん、よりね、愛ちゃんの今度ライブにいらした時に一緒に踊るっていうね、やりたい。そう、まさに今回のアレンジがそういう高揚感とかライブ感みたいな楽しい感じをね、注ぎ込んでる曲なので、振り付けを通してみんなと一緒に楽しくやっていけたらいいな。早速ですけど、もうちょっと私は練習をして、はい、ピコさんと一緒に踊らせていただいて、それを見てみんなまた練習してみてください。